シュラマル。イクミさん、さっきはありがとうね。いただいたお茶、すっごく美味しかった。茶葉おねだりしちゃってごめんね。すごく美味しかったものだから。ああ、いいのいいの、たくさんあるから。こちらこそありがとうね。またお邪魔してもいいかな。もちろんもちろん、話も合うし、ぜひまたうちに来てね。って言っても、家隣なんだけどね。それね、もう私たち親友と言っても過言じゃないんじゃない？え、親友？あー、まだ2回お茶しただけだし、よくわからないけど、ゆくゆくはそうなれたらいいね。ゆくゆくじゃなくて、もう今なるべきだよ。っていうことで、私たちはもう親友、いいよね。え、まあ、なんかさっきと様子違くない？そう？もっと本当の私を見てほしいな。そうだ、今日のお夕飯って何？急だね。今日はとんかつの予定だけど。じゃあ私親友だから、うちでもとんかつ作るね。いや、親友でもそこまでしなくない？何言ってんの？するよ。どこの世界の親友よ。冗談きついな。冗談じゃないのに。ところで、今日のとんかつの豚肉ってどこのスーパーで買ったの？まだ会って間もないのにめっちゃ聞いてくるね。駅前の格安スーパーだよ。わかった、買いに行くね。とんかつにどんだけこだわってるの？うちのとんかつは同じものを作るほど特別な味するわけじゃないよ。イクミさんの料理は全て特別だよ。え？食べたことないじゃない。あ、そうだったね。そうだ。ん？なんでもないよ。1週間後。イクミさん、今日の朝、昼、夜のご飯って何？ちょ、今何時だと思ってるの？あと15分寝れたのに。へえ、毎朝6時に起きるんだね。じゃあ私も明日から6時に起きよっと。それで朝ご飯と昼ご飯と夜ご飯は？ねえ、リツカさん、もうあれから1週間毎日だよ。勘弁して、しつこすぎる。親友だからって何でも同じにすることないじゃん。そもそも親友になった覚えないし。え？言ったよね。親友は全部のことが一緒じゃないとダメなんだよ。教えてくれないと、今から家にお邪魔しちゃおっかな。隣人だからってそういうの卑怯だよ。分かったから来ないで。朝はスクランブルエッグとトースト、昼は私だけだからインスタントカレー、夜は、魚の煮物かな。分かった、ありがとう。全部お揃いにするね。正直気持ち悪いよ。そんなこと言わないで。私たち親友でしょ。なった覚えないって言ったじゃん。あ、いけない。旦那と子供が起きてきたから準備しなくちゃ。あー、うちもだわ。それじゃあね。私の名前はイクミです。しがない専業主婦をしており、普通のマンションに家族3人で住んでいます。そしてお隣に住んでいるのはリツカさんというママ友、最近越してきたご家族なのですが、子供の年齢も一緒ということもあり、地域に早く慣れることができるようにと私から声をかけました。最初は普通のママ友として楽しくお茶をしているだけだったのですが、2回目のお茶の後からだんだんと様子がおかしくなってきました。なんというか、親友の肩書きを理由にひどく執着してくるというか、何でもかんでもお揃いに従るのです。私自身ちょっとサバサバしているところがあり、学生時代もあまりお揃いなどしてこなかったのですが、そんな私でもわかります、リツカさんが異常な執着心を持っているということ。面倒だけど隣同士だし、下手に騒いでさらに面倒なことになっても困ると思い、適当に付き合うことにしましたが、リツカさんのお揃いへの執着はひどくなっていくばかりです。まず朝のゴミ出しの時間から始まり、寝る時に電気を消すタイミングまで、食べるものも着るものもどんどん同じになってきます。人にべったりになったことがないので気持ちがわからないということもありますが、シンプルに気持ち悪いなと思う今日この頃です。そんな私の気持ちを知ってか知らずか、お構いなしにリツカさんは距離を詰めてきます。イクミさん、イクミさん、お宅のお子さんが絵の賞を取ったんだって？おめでとう。ああ、うん、ありがとう。でもなんで知ってんの？うちの子はまっすぐ家に帰ってきたはずだし。ああ、うちの子に聞いたのよ。ふーん。それでなんだけど、お子さんにご褒美で高級寿司屋に行くんだよね。は？さっき家で決まったことなのに、なんで知ってるの？いや、それもうちの子がね、お宅のお子さんに聞いたんだって。いつもご褒美に連れて行ってもらえる行きつけの高級寿司屋があるって。ああ、なるほど。でもうちの子、そんなにおしゃべりだったか？
うちの子と特別仲がいいのよ。の割にはそんな話家では聞かないけどな。まあそんなことは置いといて、本題なんだけど。ああ嫌な予感がするから先に断ってもいい？無理。せめて聞いてよ。いや私たち家族も嫌だって。高級寿司屋に嫌って言ってんでしょ。一緒に連れてって。もしかしてリツカさんの目って義眼？全く機能してないみたいだけど。もう私の親友は辛辣だな。もう訂正するのも疲れてきたわ。じゃあ連れてってくれるの？絶対無理だし嫌。でも私は親友だから何もかも同じでないといけないんだよ。外食するときは同じ日の同じ時間に同じ店に行かないとお揃いにならないの。リツカさんって今まで友達いた？え？やっぱりいいや。なんか闇に触れてしまいそう。まあとにかくだよ、今回は知っての通り子供のために用意する席だから、言ってしまえばリツカさん部外者だし遠慮して。え？やだ。だって親友だもん。親友なんだから。その執着心やばいよ。改善するつもりがないなら一生友達なんかできないかもね。じゃ断ったからね。来るんだったら覚悟しておいた方がいいよ。全てを失う覚悟をね。当日。ちょっと早く着いちゃった。先に家族でいただいてるね。大トロ美味しい。ああもういるんだ。てか来たんだ。うん、親友だからお揃いにしなくちゃね。言ったよね、覚悟しておいた方がいいよって。そうだっけ。じゃあもう遠慮しないね。そんなことより早くおいでよ。お揃いになれないじゃん。15分後。ねえリツカさん、なんか気づかない？特におかしいところはないかな。旦那と子供が一緒にトイレに行ったくらい。ところでリツカさんってお財布持ってるの？あ、忘れちゃったかも。確信犯だよね。やるなら料金までお揃いにしなよ。それはそれで気持ち悪いけど。じゃあさ、旦那さんとお子さんの荷物ってある？え？あれ？ない。なんで？そろそろ旦那さんから LINE 届くんじゃないかな。本当だ、今来た。え？なんで？意味わからない。子供と実家に帰るってどういうこと？それだけ？うん、今もう一つメッセージが。え？離婚するって？やっぱり。郁美さん何か知ってるの？郁美さんのせいなの？親友でもこれはやりすぎだよ。うちの旦那に何吹き込んだの？何度も言ったけど、もっとはっきり言わせてもらうね。私とあんたは親友じゃない。少なくとも私はもう友達とすら思ってない。そんなわけない、親友だもの。どうしよう、離婚なんてされたら家族構成がお揃いじゃなくなる。それはあんたの思い込みだし、離婚の危機にさらされても心配するのはそれなんだ。とんだクズだね。いい？私は旦那さんに全てを LINE してあげただけ。今日便乗しようとしていることから今までのこと全て。なんでそんな告げ口みたいな真似するの？ねえ、本当の親友や友達って何をするかが大事なんじゃなくて、どれだけ相手のことを思いやれるかじゃない？私は郁美さんのことちゃんと考えてる。そうだね、あんたは私のことを考えてる。でも私の迷惑は考えてないし、自分の都合のいいようにしか考えてない。ただの押し付けよ。そんな、でも私たちは親友でしょ？だから違うって言ってるでしょ。しつこい人はもっと嫌いよ。旦那さんはそんなあんたに愛想をつかせて帰ったんだよ。財布持ってきてないって言ってたけど、会計大丈夫なの？あ、どうしよう。じゃ私はこれで。せいぜい頑張って。お隣ということで、実は旦那同士交流がありました。そこで旦那にリツカさんの旦那さんの連絡先を教えてもらい、今回連絡したというわけです。今までなぜ連絡しなかったのかって、自分で言うのもなんですが、最後の温情というか優しさのつもりでした。正直気持ち悪いし迷惑していたけど、大ごとにするほどのことでもないかもしれないと私の心の内にしまっておくつもりだったのです。塩対応を続けていればいつか飽きるだろうとも思っていました。しかし大誤算です。私の可愛い子供のための席にまで便乗してお揃いを目論むなんて。旦那さんには徹底的に制裁を加えていただくように念をしておきました。せいぜい後悔すればいいんです。ああでも料金の件はお店に迷惑がかかるからと、
旦那さんがリツカさんのバッグにお金を忍ばせてから帰ったそうですよ。そうとも知らず、リツカさんはただただ慌てているそうです。自業自得ですね。最後の親切で一つだけ教えてあげる。イクミさん、親友だから助けてくれると思った。なになに？旦那さんがバッグにお金入れてったってよ。それで会計してさっさと帰って。でもイクミさんとお揃いは？旦那と子供帰った時点でお揃いじゃないでしょ。あ、離婚するみたいだし、二度と連絡してこないでね。引っ越しの挨拶もいらない。もう一度だけ言うよ。あんたは親友でもなければもう友達でも何でもない。さようなら。そんな、イクミさん待って、私たち親友でしょ。イクミさん、イクミさん。ひとまず料金を支払って帰宅することができたリツカさん。一方、私たちはというと、実はリツカさんより先に到着していて、個室に通してもらっていたので、そもそも鉢合うことはありませんでした。ちなみにあの後もう一騒動ありました。旦那さんとリツカさんの離婚協議の際に白状したそうなのですが、最初にうちでお茶した時に私の目を盗んで盗聴器を設置していたそうなのです。それを知った旦那さんは血相を変えて我が家に訪れ、その事実を伝えてくれました。当然警察に相談しましたが、盗聴そのものは法に触れないらしく、罪に問うために警察に何度も通って相談を重ねました。そしてリツカさん夫婦の離婚が受理されるのと同時期くらいに、リツカさんはストーカー容疑で警察のお世話になりました。罰金刑と接触禁止命令が下り、離婚時の財産分与で手元に残ったお金もすっからかんに。騒動を知ったご実家からも感動され、今は住み込みの怪しい仕事をしているんだとか。相当ブラックだと風の噂に聞きました。引っ越した先で私のような被害者が出るのではと心配していましたが、これなら親友の名のもとにストーカーすることもできないでしょう。幸いなことに私は新しいママ友もでき、楽しい毎日を過ごしています。人に執着するのもほどほどにですね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。